こんにちは、セゲンです。今回はですね、アウトドアの溜まった小物を開封していきたいと思います。まあ、ちょこちょこ、テント買ったり、まあ、アウトドアの用品買ってたんですけど、まあ、そのついでにいつも買ってた、ちょっとした小物、アウトドアの小物が溜まったので、開封していきたいと思います。まあ、溜まったといっても2つなんですけど。ということで、早速開封していきたいと思います。はい。では、まず1つ目が、こちらになります。じゃんと。まあ、シェラカップですね。で、普通のシェラカップなんですけれども、まあ、デザインが気に入って買いました。で、そのデザインっていうのが、ですね、ちょっと開封しますね。じゃんと、見えますかね。自分の愛用膜、サーカス TC が、で、そこにデザインされたシェラカップになります。あ、裏面にもこんな感じでサーカス TC が。まあ、先日、テンゲルスタンダード買った時に、まあ、一緒に買ったんですけども、まあ、おすすめにこのサーカス TC のシェラカップが出たんで、これは愛用マック使ってる身としては買ってみたいなと思って買いました。どうですかね。普段使ってるシェラカップとはちょっと違った形状ですね。この軽量カップに近い感じですかね。普段使っても、まあ、普段使ってても3つぐらいしか持ってなくて、これになります。スノーピークと、あと、ビーファルの景品、ちっちゃいやつ。この3つを主に使ってたんですけれども、形状はどれとも違う感じですね。こんな感じで、これがスノーピーク。だいぶ違いますよね。まあ、その形状の違いがどうとか、こうとかっていう話ではないんですけども、まあ、初めて持つ形状になります。で、取っ手のところもちょっと若干、なんか、普通にコーヒーとか飲めそうな気がしますね。コーヒーカップの形状に近いのかな。ちょっと底が厚くて、底が深くて。まあなんといってもやっぱり、まあ形っていうよりはこのサーカス TC の、デザイン、シェラカップ。テントマークデザイン。サーカス TC ということで、まあ、この、サーカス TC のデザインが気になって買ってみました。というのが、まず小物一つ目となります。いいですね。はい。では、二つ目開封していきたいと思います。二つ目が、こちらになります。じゃんと。手袋ですね。まあ、キャンプとかアウトドアで使う手袋買いました。まあ、これが欲しくて買ったわけではないんですけれども、普段自分トラスコっていう、何屋さんなんですかね、ちょっとよくわかってないんですけども、まあ、いろんな便利なものが売ってるところの手袋、薄手の手袋、使ってるんですよ。で、それをちょっと紛失してしまって、じゃあそれと同じものを買おうと思った時に、おすすめに出てた。ものなんでせっかくなんでちょっと違うのを使ってみようかな。まあ似たような感じだったので。で、買ったのが、カイマンの、ワニがついたカイマンのワークグローブ、羊革ですね。まあカイマンって何度か聞いたことあるメーカーだったので、まあせっかくちょっと興味があって買ってみました。まあ、トラスコの2倍以上の値段をしてました。まあでもせっかくなんで買ってみましたけども。思ったより厚いなっていうのは、印象です。質感わかりますかね。これで厚い方です。自分にとって本当にそのトラスコのやつももう薄で皮1枚みたいな感じで非常に薄くて自分は使いやすかったです。焚き火とかやると、じゃ焚き火の時はちょっと薄くて厚かったりもするんですけれども、こういったテーブル上でやる時にその手袋を使うっていう時やっぱりその薄手の手袋が欲しくて、まあ2つ用意しておけばいいじゃんっていうところはあるんですけども、自分めんどくさがりで1つでやってました。で、今は昔使った、まあ、よく見る、こういった手袋、あるじゃないですか。これを、まあ、紛失してしまってから、まあ、一時しのぎとして使ってたんですけど、やっぱりこれって熱くて、焚き火の時はいいんですけど、まあ、テーブルでなんかこう、料理とかやる時はちょっと使いづらいなっていうのがあってですね。まあ、それで、トラスコの買い直そうと思った時に、まあ、おすすめってことで買ってみました。ということで、ちょっと、はめてみます。お、すごいですね。こんな、ラッキー。カラビナがついてきました。カイマンの。はい、タグ外してみました。ラッキーですね。
カイマンの大きめのカラビナがついてきました。なんかいろいろ重宝しそうです。で、肝心の手袋、羊革で、結構しっかりとした、まあ裁縫がところどころちょこっと粗いところはあるようですけど、まあ十分な精度じゃないですかね、カイマン。じゃあちょっと装着、ああここにポチッとボタンがあるみたいです。うん、ああまあまあまあいい感じじゃないですかね。まあ若干そのトラスコのすごい薄い革の手袋を普段愛用しているので若干厚いなって感じはありますけども、あこれぐらいであれば、なんていうんでしょう、このテーブルワークでも全然問題なさそうです。まああと焚き火も、焚き火をやるときには当然性能が厚あいいので、まあ、あと見た目もまあまあいいですね。まあこの黄色っていうところはありますけど、まあ自分そのトラスコの手袋もこの黄色なんですよ。なんでこの黄色っていうのに慣れてるんで、まあかっこいいかどうかというのは別として全然違和感です。でこの辺とかもちゃんと厚いですね。トラスコとかにこういうのはないんで当然、まあその分若干厚いですけど、まあ、あと羊革ということで、革の中でいい革の方ですね、羊って。でここにポッチがあるんで、こうやって止められると、まあ普段使うときは止めることはしないと思いますけど、ちょっと大体こうやって、ね、鍋持つときにこの左手にこうはめ、左手にはめるだけとかなってくるんで、自分の使い方として。でデザインはこんな感じで、カイマン、まあワニですよね、の柄がこんな感じでプリントされてます。うん、まあいいんじゃないですかね。まあちょっと実際使っていろいろ使ってみて、まあどんどん手に馴染んでいく感じだと思います、革手袋の場合は。まあトラスコも使いやすかったですけども、ちょっとしばらくというか、まあこいつがダメになるまではずっと使っていっていこうかと思います。ということで2つ目が、このカイマンの羊革の、ワーク手袋でした。ということで以上になります、開封。まあシェラカップ、サーカス TC のシェラカップとカイマンの手袋。まあ今後ちょっとしたアウトドアの小物ですけど、こういった小物がアウトドアを充実してさせてくれるので、まあ自分のアウトドアって結構ギア遊びっていうものが比重が高いので、まあ好きな小物に囲まれてやるっていうのは結構楽しかったりします。ということで、今回は、ゆる動画、まあ、開封動画、ゆるい開封動画になってしまいましたけど、これで終わりたいと思います。それでは、制限でした。ありがとうございました。また。